川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、今日第76回です。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、6月も中旬に差し掛かっている、もう下旬かな頃かと思いますが、これ毎年聞いてるような気もしますが、この時期大国に梅雨とかのなんか時期とか早いとか遅いとか、梅雨はどんな感じなんですかね。あ、やっぱ梅雨は結構厳しいですね。草木がやっぱりなんかしおれてしまうぐらい雨がよく降りますね。あ、やっぱりそうなんですか。はい、そんな時期、先生、梅雨の時期って何してるんですか。何してますかね。まあ、お仕事ない時は。まあ、本読んでる。やっぱり、こう、おとなしく、今を楽しんでるんですかね。梅雨の明け間にも必ず、梅雨の間にも明け間、晴れる日があるんですよね。ああ、必ず何日かありますよね。だからそれを、こう、楽しみにして、その時に絵を描いたり、まあ、写真撮り行ったりしますね。いいですね。さあ、先週は、西アフリカのベナンから、お便りもいただきました。今週はご質問をご紹介したいと思います。はじめまして、いつも拝聴しています。結婚して、丸7年、再婚同士です。入籍前に4年ほど付き合いました。この間、夫が切れて手を挙げることが何度かありました。普段は穏やかで、なのですが、私の発言が、気に入らないと別人のように暴言を吐き、手を挙げられたことも、その後あります。蹴られ、叩かれ、病院に行って、1ヶ月ほどか、完治までかかったこともあります。謝れば落ち着き、その後、カウンセリングにかかった時に、担当の先生に DV じゃないかと相談しましたが、違うと言われました。数日前、私の発言が気に入らなかったようで、背中、頭、その他を殴られたり蹴られたりしました。謝ったら、やめました。そんな時に、私は、なんてひどい人間なんだ、最低だ、こんな人とは離婚だ、と頭の中がぐるぐる回っていました。それでも相手に光を送ればよいのでしょうか。私がもっと変われば相手も変わるのでしょうか。以前よりひどい目にあったように思いますが、これも神が与えた試練なのでしょうか、ということです。ま、ああ、そうですね。匿名希望の方はですね。そうですね。こういう質問が一番難しいんですけど。はい。まあ、これは神の試練とかいうよりも、私が思うのは、あなたが勝手に選んだ、あなたの試練と思いますかね。それと向こうの方にとっても試練なんですね。だから、お互いが傷つくレベルまで生きてるのはいいんですけども、まあ、魂が痛むようでしたら、だから恨みって、それが恨みとか憎しみに変わる前に、こう、まあ、お付き合いをやめると言いますかね。できたらその方がいいかもわかりませんね。これで、こう、相手が治るっていうのは、こう、ある方法があります。それは、こう、一つこの方が気づいてほしいのは、はい、うまくいかないのは、こう、お互いが最も嫌うことを、こう、お互いにやっているからだと思うんですよ。お互いが嫌うことをお互いやっている。うん。だから、こう、言葉が荒いとか、はい、きちんと自分の面倒を見てもらえないとか、うん、反発するとか、すぐ否定するとか、どっかの部分でいつも蔑んでるとか、はい、なんか、お互いが一番嫌っていることを、お互いがやってるってことに気がつくといいんですね。でも確かに、まあ本当にそのシンプルに言えば、私の発言で言い方が気に入らず、最初切れてってことがあるので、まあこの方なりに、そういう切れられることは言ってないつもりでしょうけど、ご主人にとってはとにかくね、気に障ることだったってことですもんね。まあ、だんだん男女の中っていうのは、こう、そばにいると欠点が見えてきますよね。見えてくるんですよね。それをどれぐらいお互いに飲み込んで許していくかっていうのが、こう、結婚生活というか、うん、男女の共にすることなんですけども、こう再婚しても、そのことを最初からこう許し合うっていうことを前提で、うん、その人たちが悟らないと、何回結婚しても再婚しても、次のまた新しい人を見つめても、結局は同じ人をこう、うん、
自分付き合ってしまうんですよね。うん、ちょっとこう刺激的な人とか、ちょっと男前じゃなかった、男らしい人とかいう、はい、裏にあるメッセージを受け取らないで、うん、男らしい人とか強そうな人ほどこう乱暴であったりとか、うん、弱い人ほど意志薄弱であったりとかする、うん、その裏のメッセージを受け取らないといけませんね。で、それを補い合っていこうとするのが僕は最初の、結婚うまくしていく、うん、大事なことなんですね。この寛容と言いますか、受け入れて、お互いに成長して、なんか勉強していこうっていうのが、それがなくて、ただ、こんな風に対立対立というレベルでやってると、うん、なんか、やっぱこの苦悩にはなんか意味があるっていうかね、自分、次の将来のために、輝きをもたらすために今の、この苦労っていうか、うまくいかないことがあるということだと思うんですね。うん、だから、このしんどさには意味があるということを、こう、そのメッセージと言いますかね、うん、それぞれが気がつかないといけない。でも、まあ、大抵の場合は、男の人がこう乱暴してたら、こう自分のことは一切正しいと一方的に思い込んでるから、その方を、改めさせるのは、やっぱ、なかなか難しいと言いますかね。普通の人の説教じゃ難しい。うん、だから気がついたあなたが変わる。うん、一つは気がついてるあなたがこう自分のこう生き方を変える。二つ目はもう別れる。うん、あこの DV ですかね。うん、バイオレンス。ドメスティックバイオレンスですね。ドメスティックバイオレンスからこう逃れるしかないと思うんですね。もう55、57だと老朽、60代に入ってきますね。そうすると、おそらくもう男の人は、助けてもらえないと思うんで、うん、食事を作ってくれない、自分の身を守ってくれない。まあ、それもその人の責任かもわかりませんね。うん、人を傷つけ、人を悲しませるほど罪の深いことはないのでね。うん、もう一つ知ってほしいな、こう。はい。まあ、この世に生まれて、人として生きてるのは、こう、自分の力ではないんですね。はい。なんか、だから、そうすると降りかかってくる災難とか苦しみはどこからかかってきたのかってまず受け止めると言いますかね、うん、でこの何回も繰り返される災難ってそれを背負ってこうどう生きるかということに気がつかないといけないですね。こうそういうことに日常をとらわれるよりもこう本来の自分がしたかったことや使命や楽しむことに時間を人生時間を、うん追加層が大事なんですね。だから、今の、この、争いあったり、気づきあったりするのは、人生の本当にこう、無駄な時間って言いますかね。まあ、人生のゴミの時間だと思うんですよね。だから、できる限り僕は、それをこう、なくす。うん、それはさっき言ったように、相手のために祈る。だから、自分をこう、相手を変えるのは難しいから、自分を変えてみる。同じ部分で争ってると言いますかね。自分が最も嫌うことを相手にやってるのではないかっていうかね。だから、まあ、そのことに気づくか、もしもそれでもダメなら、まあ、距離を置くって言いますかね。ただ先生おっしゃるように、その本質的には、まあ今選択肢、自分がいずれにしても変わって、このご主人とやっていくのか、まあ、離婚するかってありましたけど、仮に離婚してもさっきの再婚何度も繰り返す人の話じゃないですけど、ご本人がある意味変わらないと、またその先で何か苦労あるかもしれない。そうですね。本人も向こうも変わらないと、また、また、この方も同じ、また次の同じような、こう、便宜上、この人という感じで選んだら、また同じような人を選ぶから、うん、まあ、そこはもう寂しさとか苦しさを覚悟して別れると言いますかね。うんうん、あ次の新しい出発するって、こう、度胸っていうのが、胆力とか。そうですね。あそれがありますね。もう60代は一人で生きていくんだっていうぐらいの。うんまあ、仲のいい女友達かなんかそういう人たちを作る。うん、やっぱ、精神的な友達は絶対必要ですからね、うん。でも確かに先生おっしゃってたように、ね、もちろん暴力、DV はもう絶対的に良くないものですけども、ただ、そこが起きた原因とかが、こう、100% 夫だけかっていうと、まあ、わからないケースもあるってことですよね。だからやっぱり、いろいろ振り返るっていうことが、まあ、しんどいかもしれないけど。うん、苦しみを与えられたっていうことは、こう、やっぱ大きな、こう、神の意志と言いますかね、こう、意味があると思うんですね。うん、メッセージがあるから。まあ、そのメッセージは相手のメッセージよりも自分に与えられているメッセージ、はい、なぜこう同じことを繰り返しているのかっていうのは、
ちょっと気づくとね、すごくパッと分かり始めると、運命がそこから変わってくることがあるんですよね。はい。だから一度こう、まあ、いつも同じことを言うんですけど、綺麗な景色、青い空とか、海とか、森とか、新緑とか、秋とか、なんか、ああ、綺麗な花だな、とかいう瞬間を増やしていくと、何か向こうからのメッセージみたいなものを受け取ることができるようになってきます。ここに一つだけ、まだ時間ありますか？大丈夫ですよ。はい。同じような方がいたんですよね。Kさんって人なんだけども、はい、彼もね、なんかやっぱ、再婚なんですけども、すごくこう、うまくいかないことで苦しんでたんですね。で、まあ、特に女性の方、この場合は逆で、奥さんの方がすごい、こう、ヒステリックって言いますかね、言葉が、だから疑う、で、こう、強調しないっていうことをやってたんですけども、はい、その時に彼が、もう、私のとこに来た時に、こう、学んだことは、もう、戦わない、から争わない、競わない、傷つけない、で、私を教えてあげたんですね。はい、特に、もう、争うなって言いますかね。ただ彼は、それから、付け出してきたのは、今日手紙が来てるんですけども、はい、もう私は、どんなことがあっても相手を傷つけない。そして、喜ばせる。残りの人生を精一杯楽しく、仲良く生きていこうと決心しました。ここまで来るのに私は50年かかりました。っていう手紙が来てるんですね。先生のお会いできて、私はそれを悟りました。そのメッセージを受け取りました。うん、だから、こう、人の痛みを分かること、辛いこと、はい、前半の辛いことがあったことで、私はこのことを悟りました。って言ってるんですね。つまり、こう、苦しみを与えてもらって、その神の大きな意志、向こうにある意志と意味を分かりを掴んで、今は、とても仲良くなったって言ってるんですね、二人が。まあ、相手を変えようと思わずに自分自身を変えていったって言いますかね。はい、まあ、これは男性側のあれなんだけども、まあ、男とか女とか関係なくて、まず、相手が変えようとすることよりも、お互いに、最も嫌うことをやり合ってると言いますかね。はい。し合ってるっていうことに気づけばいいんじゃないですかね。うんうん、そこですね。気づきですね。やっぱご自身の。こんな風に殴られるのはやっぱ人として、自分自身にも罪があるけど、相手にまた罪を作らせるっていう意味では、良くないので。そうです、ね。私からの提案としては、さっき言ったように、こう、まず自分を改める。はい。それで、まあ、相手の暴力を誘い込むのも、こう、罪であるということを、こう、気がつく、はい。相手に対する罪ですよね。うん。相手に罪を犯している、責めるのではなくて、相手の方に罪を犯させているのだっていう考え方をすると言いますかね。うん、だから、まあ、そういう意味では少し離れる、距離を置くっていうことも大事だと思いますね。そこに勇気がいるからですね。はい。で、3番目は私の提案としては、こう、私たちがやってる、こう、まあ、年に3回ぐらい、はい。4月と8月と、今度は11月を東京でやってるんですけど、まあ、こういう勉強会に、ちょろっと顔を出して、何気なく、こう、話を聞いてみて、うん、心の勉強会みたいなものに、こう、顔を出してみるのもいいのではないでしょうかね。宗教的なものじゃない、こう、なんか、親しげな友達に会いに行くような感覚で、うん、我々もやっているので、まあ、そういうとこで、ちょっと顔を出して、私の話聞いたり、まあそれに近い人の話を聞いて、自分の心の、なんか、痛みを、まあ、和らげて、こう、方向性を、新しい方向に生きるっていうことを、やれることを私は提案しますね。うん、はい。さあ、この番組では皆様からのご質問、ご感想を募集しております。詳しくは北川八郎ホームページ、もしくは北川アットマークキクタス .jp、北川アットマーク KIQTAS.jp までお寄せください。今先生ね、最後に、この匿名希望の方にもおっしゃいましたけども、ちょうどその満月の回も、そうですけど、この間お伝えしたように、総会もあるので、あ、そうですね。うん、7月7日に、土曜日、飯田橋でありますので、こちら一般の方もね、参加できるので。そうですね。あ、それもありましたね、うん。そこでまず雰囲気を、そっちのハードルは、うん、何気なくね。うん、卒業生の方、ね、2名からのお話もありますし、先生の講話に、まあ、耳を傾けるいいチャンスですので、
ぜひ、こちらの方にもね、せっかくでしたら、もしタイミング合えば、お運びいただければと思います。さあ、そして、この番組が、CD ブックに、なっています。人生を変える、出会い、10回の、内容を、CD、そして、文字起こし、テキスト起こしもあり、さらに先生が撮ったですね、写真も、ついていますので、こちら Amazon から、お求めいただけるようになりましたので、ご興味ある方は Amazon の方で北川八郎人生を変える出会いで、チェックをしていただければと思います。今日は第76回をお届けしました。北川先生ありがとうございました。ありがとうございました。